はい、到着しました。お久しぶり、貝泉地区です。いや遠かった、疲れた。意外とバイクだと序盤マジバイク泣かせの道ばっかりだったんですけれども、はい、なんとか無事に着きました。すごい、まだまだ咲いてないですね、つぼみなんですけれども、動画出る頃には多分綺麗な映像がお届けできるんじゃないのかなっていう思います。あー綺麗だ、すごいすごい、まだまだつぼみはいっぱいなんですけれども、めちゃめちゃ綺麗。ああバス停が倒れてる、もうバスが来ないんだ、ここ。わあ気持ちいい、綺麗。何の花なんだろう、あとなんかキャンディーいっぱいついてる棒のお菓子みたい。うわあちょっと咲いてるところもある、かわいい。道路沿いにねお花がぶわーっと植えられてて、ここ一帯本当にお花のいい香りがすごいする。まだまだ咲いてないのも多いんですけど、めっちゃいい香りする。ここら辺やっとご飯にありつける。あーお腹すいた、いただきます。うまいうまいうまい、子供が入ってる。おパンがうまい。去年来た時はあそこの後ろに見えてるところでみんなでねレジャーシートとかを敷いてお花見してる方もいらっしゃったんですけど、今日は平日っていうのもあってそこまで人はいないですね。人口13人の集落一帯に広がる色鮮やかな花桃はまさに桃源郷。開花期間は4月上旬頃なので動画を出す頃に一番綺麗な景色を見れると思います。当時は開花の時期に合わせて花桃祭りが開催されていて、地元の食材を用いたお弁当やお漬物などが販売されていたんですけれども、コロナが始まってからはお祭り自体も一度中断という風になってしまっていて、今年2023年の4月の上旬頃のお祭りもまだ何も発表されていないので、もしかしたら今年も開催を見送るのかもしれないですね。あー全満開の時にもう一回行きたいな。帰ろうと思ったらバスの方にピーちゃんって声かけられた。ありがとうございます。2回目って言われた。2回目です。ありがとうございます。バスにめっちゃ人乗ってて恥ずかしかったわ。100円ですか、はい、100円ですか、80円。うんうんうん、まだ用意しとらんけええー、です、用意しとらんけええです。そういえば今年、うん、あのお祭りやらないんですか。いや、1日からね、うん、テント張ったりね。あ、やるの、2日からうどんやらいろんな店が来ます。うそー今年やるんですね。あー、あーよかった。3年前ぐらいに初めてここ来たんですよ。はいはい、その時がちょうどお祭りやってて、はいはいはい、コロナ流行って全然できなかったんですよね。ちょっと遅れとるしね。うんうんうん、すいません、ちょっと渡しとく渡しとく。ね、もう4、5日がフレアなんだろうもんね。おーおーおー、じゃあ今日ちょっと早かった。ちょっとね毎日朝、うん、この間から霜が降って風が寒いんですよ。確かにちょっとつぼみが多かった気がする今日。おー、あすごい中
こんな感じで見れるんだ。はい、このね、まあみんなが仕事したの。うん。あ、すごい。ああ、いいんです。すごい。わあ。いいですね。今年お祭りやるんだったら楽しみですね。はいはい。前来た時に人口がすごい少ない、うん、人数が少ないって聞いたんですけど、今ね、うん、ここで住んだのが6人、7人ぐらい、一桁になっちゃったのなんだろうね、空き家だね。え、あそこの立派な家のところ、うん、ということで花桃の里でございました。おじちゃんが外で日向ぼっこしてくれてたのでお話しすることができました。いやー、人口が12人から7人ぐらいになってしまったということで、ちらほらと空き家が目立っているようです。地域を盛り上げたいって言って頑張ってるその志がやっぱすごい素敵なところだなって思います。涙出てきた。まあ全員を知ってるわけではないですけれども、言葉が出てこないですね。はい、こんな感じでございました。現時点ではつぼみが多いものの、4月上旬頃に予定通り開花していくでしょうということでした。そしてコロナも落ち着いてきて、今年4月の1日から花桃祭りが開催されるそうです。徐々にあのお店を出したり商品を飾ったりと準備をしていって、準備をしていくそうです。ぜひ皆さん、本当に桃源郷のようで綺麗な景色が眺められるので行ってみてください。